始まりました。総称ランドです。現在9月16日17時29分、今日もこれからまあ2時間くらいですが、名古屋の靴磨き路上靴磨きに行きたいなと思います。昨日がちょっと大学の友達の結婚式で3次会まで行ってて、僕もなんていうの、お酒は飲んでへんねんけど、結構雰囲気に酔っ払って、なんか頭が痛くて、ちょっとなんか二日酔いみたいな状態になっております。ブラジル体操、1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、5、2、3、6、2、3、7、2、3、8、2、3、9、2、3、10、2、3。ヘルプに2人来てくれました。差し入れも持ってきてくれました。25歳無職の人に優しくしてくれてます。はい、もうすでにね、こうしてファンの方がいるので、まだ来てないですけど、今日も頑張っていきたいなと思います。一言もらっていいですか。頑張ってください。応援してます。頑張ってください。励まされてます。あら、かわいい。頑張ります。はい、ありがとうございます。結構靴磨きとかされてるんですか。いや、なんかやってるなと思って。2回目。あ、そうなんですか。ありがとうございます。まあ、おいくつですか。今は16です。あ、16。あ、そうなんですね。はい、僕は磨かしてもらう最年少やと思います。やった僕はいずれ世界一の靴磨き職人になるので、絶対自慢できるように頑張ります。はい。お兄さんって夢とかありますか。夢は、はい、ない。結婚はしたいですね。あ、結婚はしたい。たいどういう人と結婚したいですか。好きなこと結婚できるのが一番いいじゃないですか。最高っすよね。最高っす。好きな人いないですか。高校ではいますね。あ、彼女さんですか。彼女さんではないですね。あ、今好きやけどまだ付き合ってないとか、はい、いや、お兄さん素直なんで、絶対こうアプローチしてたらいいなって思ってくれると思いますよ。はい、ありがとうございます。多分打席に立つことが一番大事だと思います。確かに。調整しない限りは何もできないですよね。なんか、はい、あの子いいなって思うけど、はい、結構自分で限界決めるじゃないですか。あれ可愛いし無理やろうなとか思うんですけど、でも案外アプローチしてたら振り向いてくれることとかあるし、偏方、はい、性の法則って知ってます？わかんないです。あんまり興味なくてもこっちが好きって思ってたら、はい、向こうもあ、なんかいいかもって思う法則があって、でお兄さんとかもなんかどんだけスカーンというか、あんまり綺麗じゃないなって思う子にもなんか好きっていう気持ちを表されたら、いや、悪い気持ちはしないじゃないですか。はい、なんかやっぱ気になるじゃないですか。それ偏方性の法則っていうんですよ。絶対そういう法則って働くんで、思い続けることってめちゃくちゃ大切です。頑張ります。思い伝わりますからね。まあ僕はあんまり結果出てないんで参考にならないかもしれないですけど、ここシャネルって知ってます。シャネル、ここシャネルっていう世界的に有名なブランドの人が、はい、残した名言があるんですけど、はい、恋の終わりは自分から立ち去ることって。なるほど。だから そこから立ち去らん限り恋は終わらないですから、絶対諦めずに追いかけ続けてください。
ください。白い、この先黒かったのが、うん、そうっすよね。早いっす。こういう、その好きな人はどういう方なんですか？おとなしいっす。おとなしいっすか？なんか趣味とかあるんですか、その好きな人は。本が好きとか、なんやろ、映画が好きとか。多分アイドルです。アイドルですか？どういうアイドル好きなとか聞いてみてもらって、共通の趣味持ってたら話題になるじゃないですか。きっかけみたいな。うんうん、なんか白濃く聞いてみたらいいですか。あれ、何のアイドルグループ好きなんだっけ。俺も最近アイドルハマってるんだよ。打席に立ち続けてください。はい。多分100打数1安打でいいんで、99回失敗しても1回成功したら全部チャラになりますから。確かに。めっちゃ綺麗な。すげえ。はい、お待たせしました。ありがとうございます。